再生可能エネルギー。再生可能エネルギー。再生可能エネルギーは、講義には、太陽、地球物理学的、生物学的な源に由来し、利用する以上の速度で、自然界によって補充されるエネルギー全般を指す。競議には、多彩な利用形態のうちの一部を指す、定義説を参照。太陽光、風力、波力、張力、流水、潮汐 地熱、バイオマス等、自然の力で定常的、もしくは反復的に補充されるエネルギー資源より、導かれ、発電、給湯、冷暖房、輸送、燃料等、エネルギー需要形態全般にわたって用いる。電力系統は、スマートグリッドが主流となりつつある。有限な地下資源、枯渇性資源の欠乏、価格高騰や、地球温暖化を防止する目的だけでなく、 新たな利点を有するエネルギー源頭として近年利用が増加している2010年時点では世界の新設発電所の約1、3、大規模水力を除くを占める年間投資額は2110億ドルに達している渦及び利用状況と見通しを参照スマートグリッド事業が呼び水となっている再生可能エネルギーとは本来 タイズ主源が補充されて枯渇することのないエネルギー、利用する以上の速度で自然に再生するエネルギーという意味の用語であり、日本の法令で定義されている新エネルギーは再生可能エネルギーの一部である。具体例としては太陽光、太陽熱、水力、風力、地熱、波力、温度差、バイオマスなどが挙げられる。ただし、詳細な定義や放規や統計に どのようなものを含めるかについては、個別の資料、団体、法規などにより、下記のように差異が見られる。欧州連合のように、性能次第で範疇に含めるかどうかを分ける例もある。なお、石油などの化石燃料は定義を満たさない。なお、水力発電には注意が必要である。水力発電のうち、 大型のダムを用いるものについては、環境破壊の少ないマイクロ水力発電と区別され、統計上再生可能エネルギーとは別扱いされることが、あ、例えばレン21では、出力10メガワットを境に区別している。また揚水発電は発電ではなく、発電調整のための蓄電、放電である。以下の同義語、類義語がある。対義語は枯渇性エネルギーで、 化石燃料、石炭、石油、天然ガス、オイルサンド、シェールガス、メタンハイドレート等やウラン等の地下資源を利用するもの、原子力発電等で有限である資源を指す。再生可能エネルギーは自然の力で定常的に補充されるエネルギー資源で利用する以上の速度で再生するものを利用する。その源は太陽、地熱、超積等で 事実上枯渇しない。下記のようなエネルギー資源が利用される、詳細は利用形態の節を参照。再生可能エネルギーの利用形態は多彩である。政策的に含まれるヒートポンプによる自然熱の利用については、性能等の要件を満たすもののみ含む欧州におけるヒートポンプの要件等。下記の代替エネルギーは、 原料である水素の製造などエネルギーの創出努力を伴うため全体ではカーボンオフセットに当たるのかという議論が継続的に行われている。再生可能エネルギーの多くに共通する特徴としては火器のようなものがある。再生可能エネルギーは温室効果気体を排出せずにエネルギーが得られるものが多く新しいエネルギー源として また地球温暖化への対策としても有効とされる。設備の製造、稼働、管理、修理、廃棄や燃料の運搬などには、エネルギー、電力、燃料等を投入する必要があり、その過程で、温室効果機体もある、程度排出されるが、それら全てを考慮した上でという点が性能を論ずる、時に評価対象となり、多くが、その有効性を認められている。 スターン報告や IPCC 第4次評価報告書を参照。利用にあたっては、枯渇性エネルギー源とも比較してなど、様々な点が評価の対象となり、性能の一部として論じられる場合もある。電力などのエネルギーを生産するための設備、タービン、発電機などの製造、建設、原料再構、生成、土木工事などや、解体、 排気などを含めた投入エネルギーの元が取れるまでの期間、投入エネルギーに対する出力エネルギーの比率で、性能を評価する目的で火器の指標が用いられる。蒸気のエップットや EPR は火器のような要因に影響を受ける。現在実用化されているものでは、化石燃料以上の性能を持つものが多くあると見られている。特に風力発電は、 性能が高く、エップットは1年未満とされる。普及や技術開発が進むにつれ、この10から20年程度で数倍10数倍変化しているものもある。例。一部のバイオマス燃料など技術が未成熟なものでは、エップットや EPR で見た性能が低いものもあるとされる。計算条件を変えるなどして、他の検証可能な調査結果に比べて大幅に低い。 性能値を主張する例も見られる。しかしこうした主張には信頼性のある出典が見当たらず、専門機関からも何らかの誤解に基づくものと指摘されている。製造や運搬、稼働、保守、廃棄などの際、エネルギー源や原材料の一部として、化石燃料等が利用されることで、ある程度の温室効果機体の排出がある。この排出量は、主に設備、 発電設備などの製造、設置、稼働、保守、廃棄などで決まるものが多い。バイオマス燃料の場合、燃料の製造、運搬時の排出量が大きい。バイオマス燃料そのものかの炭素の排出については、燃料の育成時に環境中から二酸化炭素として吸収されるため、その分はカーボンニュートラルとみなされる。温室効果気体の排出量を生み出す。 エネルギー量あたりに換算して、化石燃料等に比して、十分に少ないかどうかが評価の対象となる。指標としては、下記のようなものが用いられる。温室効果機体の排出量も、エネルギー収支同様に資源の分布状況、普及規模や技術水準の影響を受ける。また、製造等に必要なエネルギー源や原材料を、温室効果機体の排出量が少ないものに、 転換すると、さらに温室効果機体の排出量が減少すると、される。再生可能エネルギーの中でも、風力発電や太陽光発電は、出力が不随意に変動するため、大規模な電力需要を賄うためには、変動を抑制するための平準化手段が、必要とされる。発電設備側の調整が不十分な場合に、限られるが仮に、 系統側が変動を吸収しきれなければ、電圧や周波数の規定外の乱れや、最悪の場合は、停電につながる場合が想定される。その一方、電力系統に接続できる、限界容量の予測には、不正確な見積もりや非現実的な想定が、意図的になされている場合が広く見られる、起きないとするものから数パーセントと見積もっている、ものなどがある、P254? P261 など、適切な対応を取れば、需要の数割程度の電力を問題なく供給可能とされる。例えば、デンマークでは2006年時点で、国の電力の20%を風力発電で賄っており、さらに増やす予定である。また、スペインで風力発電による供給割合が瞬間的な需要の4割、数日間の平均でも、 約28%に達した例など、すでに多くの報告がある。不随意に変動する電源を効率的に利用するために、下記のような制度的、技術的な工夫が実用、または開発されている。電力供給に占める火力発電の割合の減少、太陽光発電や風力発電などの変動する電源や、マイクロ水力などの分散型電源の割合の増加、 電気自動車などによる需要の変化に合わせて、電力系統の情報化や送電網の強化、蓄電池の追加などの系統側での対策を用いることが検討されている。こうした対策には相応のコストがかかる。風力発電の出力変動発電量の10%程度までは問題にならないが、20%を超えるとコストが顕著に増えてくるとされる。どの技術をどう用い どれだけの付随電源を導入するのが適切なのか、各国で検討が進められている。ドイツの金属産業連盟とベルリン工科大学による試算の場合、再生可能エネルギー導入に伴う、間接経費は2020年で 1kWh あたり0.6から0.7ユーロセントになると予想している。日本でも導入に伴う影響や、費用負担の検討が始まっている。 系統安定化の費用は日本全体で2030年までの合計で数兆円の単位になるとみられ、蓄電池や配電対策を含めた様々な形態が検討されている。例えば資源エネルギー庁は電磁レの試算の1.2から1.5倍の容量の蓄電池を導入を仮定し、この場合の費用を5兆円前後と試算している。貯水式の水力、バイオマスなど、 再生可能な燃料を用いた火力発電、地熱発電などでは任意に出力を制御できる。また、太陽熱利用、太陽熱温水器などや太陽熱発電の場合、蓄熱によって出力をより柔軟に制御可能である。大規模集中型のエネルギー設備はシステムが複雑になるため計画外の停止が発生する確率が高くなり、 また老朽化の影響も大きくなりやすいとされる。小規模分散型の再生可能エネルギー設備は計画外停止の確率で見た信頼性が高くなり老朽化の影響も少なくなる。上手に設計された数百数千キロワット規模の風力発電所や太陽光発電所においては100%近い稼働可能率も記録されている。一般に 再生可能エネルギーの発生エネルギーあたりの費用、コストは既存の枯渇性エネルギーよりも高価なものが多い。しかし適切な普及促進政策により、許容できるコストで相当量を導入することも可能とされる。水力、バイオマス、地熱などは昔から実用されており、新しい技術も加わってそれぞれ利用形態が多様化している。風力発電、バイオマス、 太陽光発電等の主だったエネルギー源は、条件の良いところではすでに枯渇性エネルギーとコストで並べ始めており、今後もさらに競争力を増すと見られている。再生可能エネルギーの開発普及状況は、各国の政策等に大きく左右される。積極的に開発を続けた場合、枯渇性エネルギーと同等もしくは、それより安価なエネルギー源になるとみている。図に、 IEA による電力コストに関する比較と楽観的予測の例を示す太陽光発電のコスト、風力発電費用対効果等も参照。コストが設備の価格に大きく左右されるエネルギー源、風力発電や太陽光発電、太陽熱発電などの場合、市場規模の拡大に従ってコストが低減することが知られており、将来のコストの予測は 比較的容いである P96 など。また一般にこうしたエネルギー源では、原油やウランなどの枯渇性エネルギーに比べて、コストの不規則な変動も緩やかであり、コストの変動による財務リスクが小さくなる。生産規模の拡大や新技術の投入を促すため、コスト低減にあたっては、市場規模の拡大が重要視される。その一方で枯渇性エネルギーには、 供給安定化などを目的として、直接、間接的に多額の公金が投げされ、再生可能エネルギーのコスト的な競争力を削いでいる。導入に際してはこの障壁を超えるためのコストが追加される場合が多いが、口実のフィード、インタリフ制を用いて、市場拡大に力を入れたドイツの場合、FIT のコストを含めても、許容範囲内のコストで2020年までに、 電力の25%を再生可能エネルギーで賄うことが可能とみている。再生可能エネルギーの普及にあたっては、既存エネルギーに対するコストや技術面での不利の克服のため、国際的に何らかの助成が必要とされている。欧州各国を対象とした分析では、この助成費用は既存産業に対してある程度の雇用減少の影響を与えると同時に、 再生可能エネルギーは運用、保守時における、発電、発熱量あたりの雇用数が既存エネルギー源に比べて大きいため、全体的には雇用を増やせると見積もられている。また各種再生可能エネルギーの中では、特にバイオマスが雇用創出効果が大きく、地方の雇用確保にも大きく貢献し得ると指摘している。ドイツにおいては2009年時点でイーグポーにより、 年53億ユーロの費用をかける一方、204億ユーロの投資、設備設置で171億ユーロの付加価値、設備の運転で375億ユーロの付加価値を誘発している。また2009年時点で関連産業による雇用創出は30万人を超えている。日本における普及費用と経済効果の試算は環境省が行っている。 2020年までに年間5824から8358万トン CO2 の排出量削減に相当する再生可能エネルギーを導入した場合2011から2020年の間系統対策費用や化石燃料火力発電への影響を含めてネオ平均で3.3から4.4兆円を投資する必要があると試算しているその代わりに 生産誘発額が9.1から12.2兆円。直接投資を除く、荒付加価値額が2.5から3.4兆円。雇用創出が45.8から62.7万人。エネルギー自給率が10から13%に、工場、2005年は5%等の便益が得られと、見積もっている。再生可能エネルギーとして、半永久的に利用可能。 かつ膨大な資源量が存在する。技術的に利用可能な量は少なくとも、現在の世界のエネルギー需要の約20倍で、2100年時点で予測されるエネルギー需要と比べてもなお数倍以上、大きいと見積もっている。潜在的な資源量は、さらに桁違いに大きく、技術の発達次第で、利用可能な量もさらに増えると見られてい、チャプター5など、 再生可能エネルギーはエネルギーの自給率を高めるほか、IPCC 第4次評価報告書、スターン報告などでも地球温暖化への対策の一環として挙げられ、その効果は数ある緩和手段の中でも最も大きい類に入るとされている。また近年は関連産業そのものが急速に拡大しており、環境対策と同時に景気の刺激を狙った政策を打ち出す国も見られる。 このため今後の市場拡大やコスト低減を見越して世界各地で導入の動きが活発である。再生可能エネルギーは2008年時点で全世界の最終エネルギー消費量の約19%を占めていた渦。発電分野では18%を再生可能エネルギーが占め、その多くが水力で、それ以外の風力、太陽光、地熱などは 全部合わせて約3%であった。近年は風力発電など大規模水力発電以外のノンハイドロな再生可能エネルギーの利用が伸びている。世界で新設される発電所に占める割合も近年急速に増えており、2006年には発電量ベースで6%であったものが、2010年には同30%、設備容量ベースでは34%に達している。 大規模水力を除いち、特に風力発電は急速に伸び、2010年には世界の電力需要量の2.3%、2020年には4.5から11.5%に達すると言われる。2010年の再生可能エネルギーへの投資額は前年から32%増加し、世界で2110億ドルに達したと推定している。特に途上国における新規投資額。 720億ドルが伸びており、2010年は初めて先進国での新規投資額700億ドルを上回った。また2010年は新規設備への投資額で初めて化石燃料を抜き1870億ドルに達したと推定している。国際エネルギー機関が2008年6月に発表した報告書では、 地球温暖化やエネルギー資源の枯渇に対して何も手を打たなかった場合は、石炭と天然ガスの利用量が増え、温暖化ガスの排出量が倍以上に増加し、再生可能エネルギーの導入量もほとんど伸びない可能性を指摘している。一方、世界が積極的に対策を進めた場合は、2050年までにエネルギー部門からの温暖化ガスの排出量を半減すると同時に、 再生可能エネルギーが発電量の46%を占める見通しを提示している。欧州では2008年12月、2020年までに一時エネルギーに占める再生可能エネルギーの割合を20%にする包括的な温暖化対策法案を可決した。中でもドイツは2010年の目標を3年前倒しで達成するなど、 以前の予測を上回る勢いで導入を進めており、関連産業への投資額は年間100億ユーロを超える規模に成長している。2050年までに電力の50%を再生可能エネルギーで供給するという以前の目標は2030年頃に達成される見通しである。また一時エネルギー供給においても2050年には再生可能エネルギーが50%以上を占める。 見込みである。米国においては、2008年5月に、米国エネルギー省が2030年までに総需要の20%を、風力発電で供給可能との見通しを示し、新規導入量が2007年時点で、他のすべての方式の発電所を凌駕するなど、風力発電の導入が急速に進んでいる。また続けて2008年6月には、太陽光発電と、 太陽熱発電で2025年までに電力の10%を賄える可能性が示されている。2010年は太陽光発電の年間導入量が 1GW を超え、2012年には 2GW に達する見込みである。中国等との競争にさらされてはいるものの、産業全体での貿易収支は黒字である。先進各国の目標に比較して、 日本での普及目標量は少なく、長年世界一を保ってきた太陽光発電の年間導入量でもドイツに抜かれるなど政策の弱さが指摘されてきた。2008年1月に発表されたクールアース推進構想などを受けて、日本でも温暖化ガスの排出量削減の動きが加速している。2008年6月には福田ビジョンが発表され、2030年までに 電力の半分以上を再生可能エネルギーと原子力で供給する目標が示された。太陽光、風力、水力、バイオマス、未利用のエネルギーが挙げられている。特に太陽光発電の導入量を40倍に引き上げ、地方におけるバイオマスエネルギーの開発を促進するなどの内容が示されている。これを受けて、経済産業省などにおいて、 普及促進政策の検討が進めらだ。太陽光発電の普及ペースの急減に対応し、2009年1月、経産省は緊急提言に沿って、設備費用の約1割に相当する補助金を開始した太陽光発電日本の状況参照。また2009年2月には、環境省によって再生可能エネルギーの普及促進による便益の試算結果が発表された。 2030年までに累計25兆円必要だが、累計の経済効果は2020年までに29から30兆円以上、2030年までに58兆から64兆円以上になり、また2020年には60万人の雇用を生み出すと推計されている。普及政策としては固定価格買取制度の採用を提案した。 このうち太陽光発電については2009年2月24日、経産省より初期投資の回収年数を10年程度に短縮する助成制度の強化が発表された。当初は2010年からの実施予定であったが、経済危機対策、エネルギー政策、地球温暖化対策の観点から前倒しされ、2009年11月1日から開始された。 開始時の余剰電力の買い取り価格は1、キロワット時あたり48円、エネファームやエコウィルなどの自家発電装置を他に併設している場合は39円であり、設置後10年間は同じ価格で買い取られることとなった。5から新規に設置された設備の買い取り価格は年々引き下げられている。補助金の効果もあり、日本の太陽電池生産量は拡大を再開し、 2010年度は関連産業の規模が1兆円を突破した。関連雇用も4万人を超えたとみられている。2009年末からは全量買取の導入及び対象を太陽光発電以外にも拡大することが検討されており、検討状況は経産省の専用サイトで公開されている。こうした拡大によって再生可能エネルギーの普及促進が期待されている。 各方面の関係者からのヒアリング等を経て、法案、再生可能エネルギー特別措置法案、再生可能エネルギー買取法案は2011年4月5日に国会に提出され、各党による協議、修正を経て、同年8月23.26日、衆参両議員での全会一致の賛成をもって成立した。買取条件などの制度の詳細はまだ決まっておらず、 地域経済振興や産業活性化への期待が集まる一方、電力料金の増加への不満、電力会社による受け入れ拒否の可能性に対する不安の声等も聞かる。一方で制度の導入を睨み、これまで対象から漏れていた再生可能エネルギー源の事業化や新たな市場参入、関連投資の拡大等の動きも見られる。買い取り、価格の決定時期は、 2012年の年明け早々が予定されている。なお、2014年6月に経済産業省資源エネルギー庁は日本の再生可能エネルギーの現状と予測を発表した。 h t t p w w w m e t i g o j p c o m m i t t e e s o u g o u e n e s n e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  e n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  e は e n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  e e n e n e n n n e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  e n e n e n e e n e 再生可能エネルギーの供給が電力需要を超える時期が見込まれるため発電設備や送電網に停電などのトラブルを引き起こすとして再生可能エネルギーの新規受け入れの中断を発表した。9月25日は九州電力が30日には四国電力、北海道電力、東北電力の3社が相次いで新規受け入れ中断を発表し、 再生可能エネルギー事業への新規参入に対して新興電力関連企業に大きな劇を与えた。経済産業省は政府が推進してきた再生可能エネルギー導入方針に基づく固定価格買取制度 FIT の見通しと設計が甘かったとして制度の抜本的見直しに着手。2014年内に方向性をまとめる予定で 大規模太陽光発電の新規事業者の認定を一時的に停止し、合わせてすでに認定を受けた太陽光発電事業者の新たな発電設備の設置や増設も凍結し、太陽光発電に集中している再生可能エネルギーの供給量を制限するとしている。現在用いられている普及政策は固定枠、クオータ、または RPS 制度固定価格買取制度、フィードインタリフ制度、フィードインタリフロー、固定価格制度に対別できる。温室効果ガスの排出源そのものの競争力を相対的に弱める環境税、炭素税の導入時は産業界が強く抵抗した。現在は再生可能エネルギー電力系統としてのスマートグリッドが世界的なビジネスとっている。 現在主要なエネルギー源となっている。化石燃料は中長期でのコスト増大が危惧されている。さらに地球温暖化の抑制は急務となっており、IPCC 第4次評価報告書では、平均気温の変化を摂氏2度までに得るには2050年までに、温室効果ガスの排出量を半減する必要があるとされ、第3作業部会報告書において、 再生可能エネルギーも重要な緩和技術に位置づけられている。また国際エネルギー機関も2050年までの排出削減量のうち再生可能エネルギーで21%を削減するシナリオを示し普及のための政策的措置が急務であることを訴えている。その一方で既存の枯渇性エネルギー源には供給安定化などの目的で直接的 間接的に多額の補助金が支出されており、またすでに広く普及しているため安価で流通している。これらは再生可能エネルギーを普及させる際の障壁となる。このような障壁を乗り越え、かつ必要な速度で普及させるため、様々な普及政策が用いられている。なお、こうした普及政策の有効性及び必要性は地球温暖化の抑制策の一環として、 スターン報告や IPCC 第4次評価報告書でも指摘されている。政策に頼らない自主的努力の限界についても指摘がなされている。クオータ制とも呼ばれる。これは一定割合以上の再生可能エネルギーの利用を義務付けるものである。特に電力においてはクリーン電力証書制度を用いて環境価値分を他に転売することを可能とする制度である。 導入初期段階においては、ある程度の導入促進効果を発揮する。しかし導入の際の投資リスクが高く、また、条件の良い、限られた案件だけが開発されるなどの欠点が指摘されている。下記のフィード、インタリフ制と比較して、長期的にはコストが削減されず、また普及促進効果も劣ることが経験的に知られている。日本の RPS 制度もこれに属する。 フィードインタリフ製とも呼ばれ、再生可能エネルギーの設備を導入した時点で、その設備から供給されるエネルギー、主に電力の買い上げ価格を一定期間、例えば20年間保証する方式である。固定価格制とも呼ばれる。事業計画が立てやすく、投資リスクが低いため、再生可能エネルギーの普及助成費用を最小限に抑えられる特徴をある。 特に風力発電や太陽光発電など初期投資が投資額の大部分を占める方式で有効である。電力会社に対し系統への接続や発生した電力の買い上げ義務を課するのも特徴である。売電価格は導入した時期が遅くなるに従って低減する。この低減のペースを普及状況とコスト削減の進捗状況に応じて定期的に調整することで 導入量と助成コストを制御する。この制御性及び制度的な柔軟性型方式に比べて高く導入量あたりのコストが最も低く済むことが経験的に知られているこのため現在までに最も実績を上げている手法となっており世界50カ国以上で用いられ再生可能エネルギーの女性政策として最も一般的な手法となっている 制度的な柔軟性も高く、下記の炭素税、環境税のほか、グリーン電力証書や税額控除などの手法とも併用されることが多い。この制度の優位性は多くの公的機関によって認められ、2008年6月には IEA も固定惑星などの多制度に対する優位性を認めている固定価格買取制度評価を参照。環境税のうち、 温室効果ガスの排出に対して課税するものがあり、これは炭素税とも呼ばれる。再生可能エネルギーの普及策という観点からは、これは化石燃料の競争力を相対的に下げる効果を図、蒸気の固定価格買取制度などと併用される場合もある。海外諸国で既に導入され、多くの国で温室効果ガス排出量削減を実現している環境税を参照ことから、 導入を検討中の国においても高い効果が期待されている。化石燃料に直接課税するだけでなく、再生可能エネルギー源に対する減免、寒付等の財源にする場合もある。固定価格買取制度と併用するドイツでは、環境税収の9割を雇用にかかる人件費抑制。具体的には、社会保険料の縮減。残り1割は、環境対策に用いて、 雇用用への影響抑制にいいている。日本でも有効な手段になると考えられており、環境省は得られた税金を地球温暖化対策に用いる特定財源とする方式による炭素税導入を提案している。しかし、欧州諸国などに比べて議論は進展しておらず、地方自治体で散発的に導入されるにとまっている。導入費用に対する補助金。 入札制、控除など、税制上の優遇措置、定理融資、余剰電力購入などがあり、固定惑星や固定価格買取制度と組み合わせて用いられることある。日本では電力会社が自主的に余剰電力購入制度を設け、太陽光発電などの導入で成果を上げてきた。2009年からは太陽光発電については公的な助成制度となった。 また、地方自治体が独自の補助制度を設ける場合も多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。